皆さん、こんにちは。本日は2分で解説3つの連立方程式のポイントについてお話をしていきたいと思います。では、早速解くためのポイントです。まず、文字を1つ消去してください。どの文字を消去しても大丈夫です。次に、1文字消去した方程式を2つ作ってください。最後に、その連立方程式を解き答えを出しましょう。この流れ、 言葉で説明するよりも実際に問題に入った方がいいと思いますので、早速やっていきましょう。自分で解きたい方は一時停止をしてください。では、解説に入ります。この問題のポイントは、一つ文字を消した式を二つ作るということです。x, y, z どれかを消すということをまず考えて式変形を行ってください。で今回の場合は、まあ、z の係数が結構ちっちゃめですので、z に注目してあげて、 この式とこの式、二つの式を使ってあげて、足し算すると一つ式ができる。で、えー、もう一個の式。まあ、2z なので、片方を2倍してあげてっていうふうにやっていくと、はい、こういうふうに、x と y を使った式を二つ作ることができました。すると、あとは普通の連立方程式と一緒で、計算してあげましょう。で、計算してあげると、答え、はい、y イコール、マイナス2というふうにすることができます。で、マイナス2出たら、あとはここ、計算してあげて、マイナス14になるから、計算すると、えー、ここが15。つまり、x は3。 3ででマママママイイイイイナナナナナス8マイナススススななのだとマイナス4になるここマイナスがついているので z の値はマイナス1という風に解くことができます今回の3つの連立方程式いかがでしたかこの3つの連立方程式は高校の関数問題やベクトルの単元で使うことが多いので是非押さえていただければと思います それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。